こんばんは。この前カエリキのね動画を2つ作りました。その動画にモデルのねクオリティが高いっていうコメントが意外と多くて嬉しかったです。ありがとうございます。今回のモデルはリーディングやねアニメーションまで含めたら多分ね10時間ぐらいで作ったやつです。特にねアニメーション部分はいろいろと調べながらサボりながら作ったので、実際はね3日ぐらいかかってます。ポケモンのモデリングにはねエルムさんの配信アーカイブを参考にするといいと思います。 2,3 時間ぐらいの長いアーカイブが多いんですけど、まあそのところどころでね小技とかテクニックとか結構役に立つことを喋ってくれてるのでめっちゃ参考になります。最近のポケモンのゲームを持ってる人は図鑑をね開いたらモデルを回しながら確認できるのでかなりね作りやすいです。この怪力を作るときに意識したことは、まあ、とにかく沼らないようにクオリティの、ね、低くてもいいからまず全体を完成させるっていうところですね。その後にちょっとずつ細かい場所の詳細を作って徐々にクオリティを上げていくっていう感じです。手、足、頭みたいに順番にね一個ずつ完成させていくんじゃなくて、全体の完成度をちょっとずつね上げていくイメージです。まあ作り込むとかいうほどの複雑なことはしてませんけどね。サブディビジョンサーフェスっていう全体がね勝手に滑らかになる設定をしてモデリングをしてます。これをやると適当に作ってもね結構簡単に滑らかな形状が作れるので楽しいです。滑らかに作りつつメリハリをつけたいというか引き締めたい部分は割を細かく入れると OK です。全然まだ素人なのでもっとねこの部分こうやった方がいいよっていうのがあったらコメントくれると嬉しいです。ちなみに骨を入れる作業とアニメーション作る作業はすいません録画してませんでした。じゃあこの後はもう喋んないので、モデリング後のねテクスチャ書く部分は6分58秒くらいからあるのでそこ見たい人は飛ばしてください。質問とかやってほしいことがあったらコメントに書いてくれると嬉しいです。
テクスチャを描く作業にはサブスタンスペインターを使いました。全然ブレンダーでもいいんですけど、サブスタンスペインターをね、使えるようになりたいからこれで描いてます。ブレンダーの方でね、録画してなかったんですけど、 UV 展開っていう作業が結構下手くそで、カエリティの目の部分がね、ちょっと解像度が低くてザラザラしちゃいましたね。テクスチャは 3D モデルを見ながら適当に描き込んでるだけです。液晶タブレットで描いてて、その時に線をきれいに引くためにレイジーネズミプロっていうソフトを使ってます。このソフトがマジで便利で、フリーハンドじゃね絶対無理ですね僕には。ちなみにカエリティの色の部分はゲームの 3D モデルからスポイトで色を抽出して同じものにしてます。これが完成後で Unity に持っていったやつですね。アニメ調にしちゃえばなんだかんだね、まあ結構いい感じに見えるので、それでクオリティが高く見えたのかもしれません。ちなみにこれは Unity の HDRP を使ってて、シェーダーにはね、リアルトゥーンっていうアセットストアに売ってるトゥーンシェーダーを使ってます。結構ね、手前の 3DCG 感があるモデルも好きなんですよね僕は。今回はアニメ調にしてみました。後ろはこんな感じ。意外とね、筋肉もりもり感が表現できてて好きです。ポーズつけちゃってるんですけど、ブレンダーで完成したソリッド表示はこんな感じです。サブディビジョンサーフェスを適用してしまってるので、ちょっと線が細かくて見づらいですけど、こんな感じです。じゃあご視聴ありがとうございました。次はカエリを作ろうかなと思ってます。